今回の主人公、社会寄生種のトゲアリです。このアリの飼育には必ず宿主となるアリが必要です。昨年の秋、寄生に失敗してしまった女王たちに、時期外れの冬、もう一度寄生ができるチャンスを作りました。前回の動画では寄生対象となる大アリのワーカーを8匹、導入するところまで成功しました。今回の動画ではトゲアリの女王がこの先に待ち受ける最大の難関に挑む様子をお届けしたいと思います。それは、相手の女王への寄生というステージになります。今回は胸アカオアリの頃に、そして胸アカオアリの女王に挑んでいきます。今回はトゲアリ女王の寄生の行動を、なるべく余すところなく、ご覧いただきたいと思いますので、ぜひじっくりトゲアリの一挙手一投足を、観察していきましょう。ではこちらは前回の、動画で寄生を済ませた、ワーカー8匹ですねと、同居させたトゲアリの女王になります。ここまでは、特にワーカーからの攻撃などもなく、トゲアリの女王も落ち着いているように見えます。これをですね、ワーカーを、もらったですね、コロニー本体へ戻す、そしてトゲアリ女王にとっては胸アカオアリの、女王に初めて、出会う、アタックするという、機会が、これから、起きます。この様子を観察していきましょう。では、本体と、トゲアリの、トゲアリと胸アカオアリのワーカー側を、チューブでつなぎました。お互いにすぐに、チューブがつながったことには気づきませんが、これから徐々に、これら、両側の、アリの集団が、徐々に交流を開始していくはずです。そしてその中で、トゲアリ女王が、本体、そして胸アカオアリの女王を見つけるために、徘徊を始めるはずです。少し、停滞している時間を早送りで、進めています。ここで右側の本体側からチューブを伝ってワーカーが1匹トゲアリのいるケースの方へ少しずつ入ってきました。両者がここで初めて出会うということになります。ここから合流が始まります。チューブを伝って入ってきたワーカーが丸い方、左側のケースのアリたちに接触を始めました。接触を受けて左側、丸いケースに、いるアリたち、トゲアリの女王も含めて、動きが、始まりましたね。右側の本体の方はまだほとんど動きがないんですけれども、外から入ってきたアリを感知した左側の、丸いケースの、アリたちはちょっとずつ動きが始まりました。そしてワーカーが本体の方へチューブを伝って入り始めましたね。はい、少し早送りしていきます。この間ワーカーが行ったり来たりしているんですけれども、トゲアリ女王がまだ本体の方へ移動はしていません。そしてついに、トゲアリの女王が、右側の、本体の方へ、侵入を開始しました。左側にいるトゲアリの女王が今、チューブに、入りました。右側に、空間がつながっていることを、ここで初めて、感知します。そして、緊迫の瞬間ですね。本体のアリたちとここで初めて接触をします。しかし左側にもともといた胸アカオアリのワーカーに
匂い付けの行動などで匂いをもらっているので、この時点で直接的な攻撃などは受けずに巣の中に侵入することができました。ここからただ寄生を成功させるには、ムネアカオワリの女王、今画面の左上側ですねにいる女王に寄生をしないといけないので、そこがうまくいくかというのがトゲアリにとっての生命線になります。これがうまくいかないと結局死んでしまうという運命をたどることになります。巣の中を何かを探すように歩いているトゲアリの女王です。これはもうまさしく女王を探しているという状態になるんじゃないかと思います。ワーカーにもここからたくさんの数接触していきますが、今のところ危険な攻撃などは受けてない様子ですね。ここから上に上がっていくと、より一層たくさんのワーカーと接触することになります。今結構行ってますね。でも、まだ大丈夫なようです。ただまだ、コロニーの中心部、女王にはまだたどり着かない状態で、まだ、トゲアリの女王は徘徊を続けています。そして、ここからムネアカオワリの女王と初めての、開口ですね、初めて接触が起きます。はい、ここで、トゲアリの女王がムネアカオワリの女王に、初めて接触をしました。ここからすんなりと、ムネアカオワリの女王に寄生をすることができれば、寄生の成功率がより上がるんですけれども、ゆっくり、確認するように接触を、行って、ただここからですね、結局、ムネアカオワリの女王には、取り付かずに、また離れてしまいました。また巣の、ケースの中を、歩き回ることに、なっているんですけれども、女王に接触したにもかかわらず、まだ噛みついたりとか、寄生の行動を行っていない理由というのはまだちょっと、確かなものは分かりません。そして2度目の、出会いです。下から上がってきたトゲアリの女王が、再びムネアカオワリの女王に接触しました。今度はですね、ここから左側から、ムネアカオワリの女王の、下に潜り込むような形になってますね。このまま、例えば、首根っこに噛みついたりとか、できたら、そのまま寄生の、一番いい体勢に入れるんですけれども、ここでも結局また通り抜けちゃいました。秋の、本来寄生するべき、時期に、今、秋ではなくて冬なので、そういう部分ももしかしたら、本来と違うタイミングということで、すんなりと寄生に、行かないという、もしかしたら原因になっているかもしれません。そして3度目の接触になります。再びトゲアリの女王がムネアカオワリの女王に接触しました。できたらこの辺りで、そろそろムネアカオワリの女王に取り付いて、できたら早めに、匂い付け、ムネアカオワリの女王から匂いをもらうという行動に行ってもらいたいんですが、まだそこに行かなくて、少しずつちょっとワーカーが、侵入者の存在に気づいたようなちょっと素振りを見せ始めました。ちょっとこれが、危ない、
サインですね。そして4度目の接触です。トギアリの女王また戻ってきて、右側から再び、胸垢終わりの女王に、接触を試みます。これでまあ女王の存在というか、まあ人間側から見たら女王がそこにいるのはすぐわかるんですけれども、トゲアリがこう匂い、触覚を通して、今触っているのが女王というのが、まあ感知できているのかどうかちょっとまだ 50-50 のような感じがするんですけれども、まあでも女王の元に来ると、動きがゆっくりになって、なんか探ってる感じはありますね。ただ、本格的な寄生行動にまだ移らないという、状態です。そしてそうこうしているうちに、徐々に、異物の存在に気づいた、ワーカーに攻撃を受けてしまいます。今トゲアリの、ところに1匹ワーカーが上から乗っかりました。そして今、ちょっとリアクションがありましたね。これワーカーが、トゲアリの上に噛みついてしまいました。トゲアリも、ワーカー1匹に噛みつかれて、致命的な、ダメージを負うことはないんですけれども、やはりちょっと振りほどこうと、体をこう動かしている、様子が、なんとなく見えてますね。まあ、ちなみに、トゲアリは、まあ、名前の通り、両肩や腹併節や、まあ、いろんなパーツにですねトゲが、あるんですけれども、このトゲがあることで、あまり致命的な部分に、ワーカー相手のワーカー噛みつくことはできないという構造になっているので、まあ、そういった意味でも、まあ、1匹2匹ワーカーに噛みつかれても特に致命的なことはないんですけれども、まあ、ただちょっと、異物として反応され始まってしまったのがちょっとここは危ない状態になります。そしてこのあと、胸垢終わりのワーカーに、ちょっとこう気づかれてしまった、結果になったトギアリのワーカーは、まあ、致命的な、攻撃はないんですけれども、延々とワーカーから攻撃を受け続けます。でまたあの攻撃される、まあ、ワーカーの数が増えてきてしまったので、ここでちょっと危ないと判断して右側のチューブの栓を取って、トギアリのワーカーだけ離脱をさせました。ちょっと今回は、うまくいかなかったようです。初の試みだったんですけれども、女王への寄生は、実現しませんでした。まあ、ただ、生き残った、致命傷を特に負う前に救出した女王は、次回、またリベンジを試みます。なんとか寄生を成功させようと、奮闘するトゲアリの姿、ぜひまた次回、お楽しみにしていてください。